輪島市宇入町から能美市に集団避難していた住民がまとまって帰宅しました。能美市の辰野口福祉会館には1月19日から輪島市宇入町の住民が集団避難していました。集落の電気が復旧し、沢の水をポンプで汲み上げることができるようになり、帰宅を決めたということです。今朝は6世帯10人が県の用意したバスに乗り込み、避難先の施設を出発しました。この辺にね、輪島の人、たくさん避難された人らがいるんですよね。その人らもね、帰れない人がいっぱいいるんですよね。だから私らこうして帰る人がね、本当に心苦しいんですよ。県によりますと、集団避難していた住民がまとまって帰宅するのはこれが初めてだということです。集団避難していた住民が今、自宅がある輪島市の集落に戻ってきました。能美市からバスで4時間、輪島市宇入町です。住民が集落に戻るのはおよそ2ヶ月ぶり。久しぶりの風景に思いが込み上げます。いや懐かしい懐かしい、いや懐かしい、涙出る涙出る、ね、いい日だからなんかちょっと嬉しいです。大きな荷物を持って住民はそれぞれの自宅へ。まずは中の様子を確認します。父さん、久しぶりのお宅いかがですか？ほっとしてます。気になるのは集落での暮らしに不可欠なライフラインです。事前の情報通り電気は通っているのでしょうか？電気つくかな。あ、ついた。つきました。集団避難を終え、地震前の日常へ。確かな一歩を踏み出しました。